か、なんかなんとなく始めちゃった。はや、こんばんは。こんばんは。あ、そこも入っちゃった。なんかすごい、自分でもびっくり今。すっごい勢いとなんとなくで始めちゃった今日はね、何してたかっていうとねって言おうと思ったけど、今メールに書いて、それをなんかメール届く前に言うのはちょっとあれだなと思ったからやめといた。あ、でもこれは言ってないや。で、最後夜はもしかして今行ってみちゃったら入れるかもと思って、帰る途中にお店があったから、ちょっといきなりお店に訪ねてみて、今行ってますかって言って、トリートメントと前髪を切ってもらった。せっかく来てもらったのにあげてるから、何が何だか分かんないけど。いつも電話とかなんか、ああいう予約サイトとかよく分かんなくて、登録するのもめんどくさいし、そうだからいつもその人と直接やり取りしてるのよ、あのやってもらう方、美容師さん。でも今日はね、忙しかったみたいで、作業中だったみたいで、そう、なんか今日この後行けますかねって言って連絡してみたけど、連絡が、そう、お返事がなかったから、もう近くにいるし、行ってみてダメだったら明日行けばいいかみたいなそう、前もってね、分かんないから、予定が。ホットペッパー、私そう、まだ使ったことないよ、ホットペッパー。お店の情報見るのには使うけど、実際に自分がそれを使って焼くってことはまだない。いつか使うかも。そう、今ツヤツヤだよ。ちょっと触らないかもしれないけど、みんな私の髪に触る機会がないからちょっと分かんないよね残念。どうだ、どう、戻った。あ、今見えた。いや、私のところもなんか変な感じになってた。かわいいってスタンプいっぱい来た。ありがとう、ジェリーちゃん、ありがとう。ご飯食べた。え、その話で止まってたの。え、その後何話だっけ。そんな大した話してないけどいや、もうその後まあ無事お店行ってみたら、あの、入れたよって、違う人だったけどみたいなことを話してた。今日弥生家行ったの。いいね。最近弥生家行ってないな。行きたい。やっぱね、ご飯だよね。って言って今日食べたのパスタなんですけど、最近は冷製パスタ、何かしらの冷製パスタをずっと食べてるかも。長野のお話なんか、あ、その後私してないんだっけ。ショールーム、あれ、してないっけ。し
してないか。今回は、長野は上田市っていうところで公演をやっていたんだけど、そう、あれ何時だっけ、12時だっけ、13時だっけ、知らないか。で、まあ、大体休憩が2回あって、それで2時間半くらいだっけ、あれ3時間入ってないよね。そうだから、公演が終わり、夕方から夜までは もちろんこうやってないから自分の時間が持ってて、東京だとやっぱその後お仕事入ったりとかするけど、まあ地方とかね、そういう東京じゃないところってなるとやっぱり物理的にそれが無理だから、そう必然的にこう時間ができてくるんだけど、で長野はそうお友達がいないのでそれでもう一人ぼっちになったので、はい、その時はもうみんなそうどっか行ってしまわれたので、なんか終わった後びっくりした、私も公演が終わった後、私はもうメイクすごいしてるから、その舞台用のそれはちょっと落としたいなと思って、まあ落とし着替えいろいろ準備し、またちょっと外出れるように軽くメイクをしたりとか、 そんなことしてたら楽屋誰もいないのびっくりじゃない。みんなそんなに舞台したメイクをしてないっていうのもあるかもしれないけど、私ね、もう結構早い方なの、いつも楽屋を出るのが。いやそれなのによしじゃあ行こっかって、30分も経ってないよきっと。それぐらい私も結構最速で準備したので、出てみたらあれって楽屋ガラーンシーンみたいな、スタッフさんだけこう残ってスタッフワークされてて、えキャスト誰もいないみたいなびっくり速攻速攻。いや私はもうなんか時々そのメイクのまま出かけたり時々あったけど、極力落としたいから、そううわーって、え寂しかった寂しかった、びっくり、いないみたいなまあその後ね、あの夜ご飯をこう誘ってもらって声かけてもらってとかしたけども、日中はもう誰もいなかった、びっくりそう毎回そのご飯とか夜ご飯の時はあの連れて行ってもらったりとか呼んでもらって一緒にご飯を食べることはあるんだけど、さすがにちょっと寂しかったよねみたいなさすがにね。でもそれだからっていう理由じゃないけど、でも私はもともと軽井沢その時間があるから行きたいなと思って軽井沢に行ってきた。それはもう予定通り、前回は本当に思いつきでホテルで生活してた時、お休みだったんだっけかな、わかんない、当時私なんて話したか忘れたけど、なんかいきなり軽井沢行こうって思い立って行ってみて、でもそれお昼だったからね、そうだから着いたのがもう結構日が暮れちゃってって感じの時だったから、行っても、軽井沢っていう駅わかんない、その説明の仕方変だね。軽井沢駅の前アウトレットがあって、その時も雨降ってたんだけど、その時はあんまりよく分かんなくて、あんまりお買い物とかできずに帰ってきちゃったから、だからリベンジって感じだね。そうで今回はアウトレット行っていろいろお買い物して、そうあメール来た、そうまあそんな一日でしたよ私は。ちょっとわかるようになってきた、ほんのちょっとね。雨、うん降ってた降ってた、いつも降ってる、まあでも降っててほしい、涼しくなるから。
もその時すごく雨が降りすぎちゃって、ちょっと電車が本数なくなったりして、帰りは本当はのんびり帰ったって感じなんだけど。うん、涼しかったよ。そう、春切れテラスかな、春切れだった気もする名前。あ、とりあえず物はレッスン着に使えそうなインナーとかキャンドルとか、あと人にプレゼントしたいなってものが見つかった、これあげたいなっていういいもの見つかったから、そこで買ったりしたり。お土産屋さんの時あんまいいの見つけられなくて買えなかったな。うん、今キャンドルすごい、まあ、今っていうか結構前々から集めてるの、素敵なキャンドルを。一回あれに載せたよね、あれ載せなかったっけ、開封に載せなかったっけ、私花瓶かそれ、あれ載せた気がするんだけど、ああいう可愛いテイストのを集めてたり、デザイン可愛いやつ、うん、載せてないのもあるの。でもどっちかっていうと入れ物に惹かれたから、ちょっと中身あれはなくさないとな。今日も暑いなリンだってえ、彼暑いね何で笑ってんの部屋の色がすべて黄土色、これ黄土色っていうの、まあ、なんか地層みたいな感じは見えるかもしれないけど、でもどっちかっていうと黄土色っていうのかな、ウッド調な感じが好き何か小学校の時のなんか理科の授業でなんか習ってそうなあ、地理かななんかこんなの出てこなかった、自分発信だから許すけど、今地層って言ったの、いやみんなから言われたらちょっとムッてきちゃってたかもしれないけど、今自分発信だからいい。いやこれこいつね、まあ、今までショールームでここしか見せたことないけど、これめっちゃ可愛いんだからね、全身全身全身って言い方おかしいか、フォルムがまるでいい感じ、こういうのにこう、そう丸い乗っかってんの、わかんないねこれじゃね、わかんなくて大丈夫チョコパン、あーいいね、そのタトゥーかわいいわ、それは好きだわ、貝殻みたいな、貝殻、もうなんでもいいや、高そう、自分の中では高かった、勇気行ったってちょっと、なんかこれともう一つ足を乗せるちっちゃい椅子みたいな、それがセットで、それはちょっとね、それは舞台を頑張ったから自分のご褒美に買おうと思ってそれで買ったの。大体何かのご褒美、頑張ったね、何よとまんて、これはニトリではないです。そう、これはあのライ、ライマジムリのライ頑張って、その時に春にかわいいなってずっと狙ってて、舞台が終わったら買おうみたいな感じ。ウェンディ、ウェンディ頑張ったご褒美、でももう
いろんな地方に行って美味しいものを食べてたりするから、もうそれがご褒美って感じ。そんな特別に何か欲しいなと思ってるもの今ないから、今は。10月の武道館は参加するの？なんか私全然参加してない人みたいになってるけど、それは参加します、出ます、出させてください、出ます、もち出ます。でも久々の3公演ね、セットリストね、覚えられるのかなって。今日もさ1つ2つやってきたんだけど、まあ、過去にやったこともあったりする。もう振り入れされるっていう作業がもう、まあ、新曲でもあったけどさ、新曲割と待機してる時間も私多いから、振り的に。推し曲、うん、迷ったけどちょっと誕生日単語にしちゃった。もちろん好きだっていうのもあるし、あれって理由ってさ出されてないのか、なんか出すからには、なんかもし入った時になんかやらせていただける権利を、これはいただけるということでしょうかみたいな、そういうのもちょっと考えて、じゃあここはちょっと譲りたくないぞみたいなでもさ、これさ発表される前にも終わっちゃってるんでしょ、なんやねんっていうねそれならね、投票終わる前に出しちゃおうぜみたいなとこもあったけど、実はこう思ってましたみたいな。コンサートのお昼ご飯はどんぶり飯食べる？結局あまりねゆっくり時間取れなくてバタバタしてるから、そんなにがっつり時間あれば食べる。全部、おーいいですね、愛もあれば貪欲でもあり、いいですね、全部っていう答えも。髪の毛見えた？カービィだよカービィちょっと落ちてたから、そうだらしなくて、これが床に落ちてたから今、あ、もうこれでいいやと思ってつけちゃった。あー、わかる。 A の曲はよく、いや迷った、私それにしようかなとも思った。床で寝てたか、そうですよ、床にいるのが慣れですからね床にいてこそのカービィですよ。ロマンティック、でもロマンティックは公演曲ではないからね、好きだけどね、好きだし思い出があるから、それがあればそうしたけど、大人の顔になってきた。私？もう私か、私の話か。本当？まあそうは、そりゃそうだよね。みんなさ、私のことどう思ってるのか、どんな人って思ってるかわかんないけどさ、番組的に言ったらなんかめっちゃ。ことあるごとに切れてるみたいな人に見えてるのかもしれないけど、なんかね、私は結構そう、わかんない、みんなが見えないところでは本当に面倒くさくない人でいるようにしてて、こう、ああこの人めんどくさいって思わない、なんか言わないようにしてる、意見とか、なんか悔しいとか
これどうなってんのとかそう思っても極力こう、まあ、耐えられるそういう体制があるから別にそう全然そういうの耐えられちゃうタイプだから不満とかも言わないし、まあ、言うまでもないっていうところもあるけどそうなんかそうしててでもね昨日話してってでもそれだと後回しにされるよっていうか上に行く人ってやっぱ細かいこともちゃんと指摘するし言うし自分の顔何考えとかやりたいことを通すためにはそういうタイプもともとそういうタイプじゃなかったら辛いかもしれないけどちょっと言わなきゃって指摘されてそれがねなんかできなくてすごい自分の中ですごいあそれをやんないとやっぱ叶えたいものも叶わないし近づくことってね遠回しになっちゃうのかなと思ってねえもうなんかそういうとこちゃんと後回しにされないめんどくさいって思われるのは嫌かもしれないけどそこでちゃんと優先順位が上がるようなさなんかそういうめんどくささも自分にこう強さとかさあーなるほどねって今までそうやって上に上がってった人たちはそういうところがあるんだよって言われてそうあそれがよく言われる嫌われる勇気なんだって嫌われそれはさ言い方とかいろいろあると思うんだけどさあそれが全てっては言わないんだけどねなんかそれが今まで自分はそういうのしてこないでそうやって遠回りしてこう来ちゃったから今更ねこんな26になってさでも今頑張って変わろうとすればうん変われるのかなと思うしでもなんかそこまでもねアグレッシブにもっといかないとダメなんだなと思ってもうやだよねなんか今まではいただいたお仕事こうやってさやってそれで評価してもらって今の地位とっていうねつけたのかもしれないけどさなんかもっと頑張んないといけないんだなってバシバシ言う人だと思ってたね言ってそうだよわかるなんか客観的に見たらめちゃめちゃ言ってそうじゃん言ってる人って感じじゃないいろいろ見てるとこう何テレビとかああいうので私ってそういうタイプに見えるけど裏っていうかそういう表じゃないところでは全然そうじゃなくてああ嬉しいのかどうなのか分かんないねえ多分みんなが抱いてるイメージとはタイプ全く別なんですよでもさそこをさもっと強気に心を鬼にしていかないと。自分を変えないといけないんだと思ってうん黙って聞いちゃう私怒ったこともうんそんなないそう平和主義だしなんかみんなにとってめんどくさくないいい人でそれでさ愚痴ってる人とか見るとさ私はそう思われないようにしようってなっちゃうじゃん私こういう職業してたら全員にこうよく思われないといけないんだって消極的だったけどでも確かにこう裏で、はあ、この方はこういうここまで言ってるんだって細かくこんな風に主張してるんだってでも周りの人大変そうだなと思ってもそれが表に出ることって一切ないから頑張んなきゃなって思ってまた昨日はぁってなっちゃったねえでも結構エネルギー必要じゃない？どう？みんなに聞いてもしょうがないよねそう慣れなんだよねきっとねだからそういうことしてこなかったから今大ストレスに
なってるんだけど。楽な道を行くなってね。ね、そのエネルギーだって そこに使うわけにもいかないし、使えるエネルギーって決められてるじゃない。だからやっぱりね、舞台に立ちますとかさ、振りを覚えます、この日までに何かしなきゃいけないってところに全部エネルギーをこっちに注いじゃってるから、いやこっちにね取っとけないよって。こんなことに気を使ったこと今まで9年間なかった。あ、ちょっとはあったかもしれないけど、ちょっとはめんどくさいこととかにも頑張ってちょっと口出ししてみたりなんかそんなことを頑張った時もちょっとあったけど、でも自分のためになんか自分はこうしたい、ああしたいでわがまま通したことってあんまなかったから、運営に何か言ったこと、個人的なことは本当にない。ただやっぱりキャプテンの時とか、そのコロナのちょっと前の時とか、あの配信がみたいな。でもあそこが一回心折れた時でもあったかな。あの時キャプテンだったみんなで、これをこうしたいからこういうのできませんかねって言ってもなんかあんまり、あ、全然この意見取んないんだって思って、なんかその自分たちで頑張ってもって、今もまた違うあれにはなってると思うけど、当時はね、当時はあ、なるほどねって、頑張っても全然あーって変わらんなーみたいなそれで一回心を折れてるんだけど、そこで一回ぐっしりやられたね。豆腐メンタル、でも私自分のメンタル豆腐だと思ったことはないよ強いって思ってるけどね、勘違いなのかもしんないけど、本格的にキルされたことはないですけど、ヤムとかは。まあ確かに強くないとねここまでいなかったと思うしね、ここにいれないよね。だから基本的に今このグループにいる子たちは強いと思う。うん、でもそれぞれのね、なんか挫折する、なんか、まあ、みんながみんな挫折してるわけじゃないけど、うってこう、あーそこをつつかないでってポイントは、そんなねそれぞれ違うから。うん、コリン君、お城、あー、ありがとう。なんかいつも慰められてる気がするでもここで言ってる分にはそんなね、そんなめちゃめちゃこう本気で、みんなに言えてるってことはまだそんなねライトなことだから、本当にもう無理ってことは多分みんなの前では言えないから、ありがとうね。口じゃないよ いや、きっとお話し会とかがあればさ、こういうの話せたけどさ、しばらくないからさ、
あ、いい言葉。まあだから悩みっていうか、まあ、あ、もう決まってるの、やることは決まってるから別に悩んでるわけじゃないんだけどね。そうすればいいんだから。いや、ただちょっと、ちょっとストレスだな、それっていう。はあ、こんな変わるもんかね。いや、だからもう前までこうなんか悩んでたっていうか気にしてたことって本当ちっぽけなことだったんだなってで外から見たら本当になんか大したことのない可愛い悩みだったんだなって思ったり、それがなんか悩みだったっていうのが可愛かったんだなって、大人になった、まあね、いろんな世界にこう飛び込んでいったことによって知らない、今まで知らなかった、知らなくてよかったところを知れたってことなんだろうね。疲れてそう？私？でも体力的な話をしたら全然疲れてない。稽古の時がいっちゃん大変だった。今はもう本番ね、地方行って一日一回で時間も持ててとか、まあやることは相変わらずいっぱいあるんだけど、最近寝落ち多いの、うん、それはちょっと私がだらしないせいっすね。それはすいません。早く準備して寝りゃいいのに。うん、ご飯食べたよ。そうね、あとは2カ所、新潟、高松、2つや、あと4公演それで完了いたします。ピーターパンは子たちは元気してるかい？うん、元気してるよ、みんな可愛いの。あの子たちはダブルキャストだから地方行くたんびにこうこのとここのホールでやるときはこの何々県はこっちチーム、こっちは何チームって変わるから、だから大変だと思う。私たちも何日か行ってからやるけど、その倍以上違うお仕事とか、まあ、夏休み過ごしたり、それからいきなり本番を迎えてるわけだから。ねえ、かわいいんだ。りんちゃんレイヤーかわいい。あ、髪のこと？これはね、ウルフカットにして、それにそう、この頭の後ろの方にだけ髪長いのつけてるの、今は。
母性芽生えてない、どういうこと、大丈夫ってなんでなんで大丈夫ってどういう意味。可愛くて可愛くてしょうがないよ、癒し。夏休みないの？でもやっぱ地方に行ってる時夏休みって感じする。一人でお散歩行ったり。なるみたいな髪色にして、あの一瞬ピンクになったやつ。私はだ、あと似合わないと思う。あんまり明るいの、私はあんまり役とかじゃなければプライベートでとか、あ、私はあんま考えたことないかな。確かに似合わそうね。似合わそうじゃない私。わかる、それはわかる、絶対似合わないと。やだ、あのなんか長い時間座ってるのが耐えられない、無理。今素敵なウィッグが世の中にあふれてるんだから、いざとなったらそれをね。うん、無理。毎晩なんかひーちゃんのとかよく聞くけども無理。あの冷たい水で洗って、まあロングはね乾かすのは慣れてるけど、そこまで気使えない、私は無理だ。5、6時間座ってるらしいよ、ああいう明るめの色にするの。無理、1時間が限度だよ。最近私ミラモン出てない。あーでも次から出るはずよ。2週いないのかな、次から出てくると思うよ。風呂は短めだけど、うん。じゃもうね、あれ本当にダメなの、もうね、うわーってなっちゃうの私。気持ちの問題じゃなくても体が耐えられない人なのも、暑いの本当に。脱水だっけな、お風呂でなんか水も飲んでてもなんか立ちくらみっていうか、もう立ってられなくなっちゃうの。だからサウナとか絶対行っちゃダメな人私。もう目の前キラキラキラーってなっちゃうからダメなんだ。弱ったり一回本当になんか 2,3 回ぐらい、あの本当自宅で死ぬかと思った本当一回頑張ってみたけど、本当にあやばいやばいやばいで、どうしたらいいのどうしたらいいのってみたいな時があったから、絶対ダメ私。なんかよくさ漫画とかああいうので表現される、あの目のこのピヨピヨピヨみたいな星が出てくるのって、あこれねって本当になったもん。本当にキラキラになるんだよ目の前、わあ綺麗ってなる。みんなも気をつけてね。それで本当自分の危機感を覚えて やめてる。無理。そうだ
から。だから人とそう温泉行くとか恥ずかしいとかじゃなくて、なんか申し訳なくなっちゃって長く入れないから、そう一緒に行っても楽しめないよって、私と行っても一瞬入って素敵な露天風呂だったら景色見てそれで満足できちゃうから。メンバーとお風呂入るの今入る機会ないもん。だって前はなんかホテルとか、うん、そういうのついてるお風呂ついてるんだったら全然行くよ。銭湯行くけど、ただ長くは入らないってだけ。わかんない、もうその類わかんない。岩盤浴とかサウナとかもうわからない、違いがわからない、わからない。これから、これから、これから。YouTube はいつ解説する予定はございません。MV まだ、確かにあれいつね公開され、まあでも私そんな映ってないよ絶対。いそう参加したけど、でもフルで参加できてないので。映ってたらラッキーだねぐらいの参加できた部分はあるけど、いやもう本番と鈍化ぶりで、そうみんながゴリゴリに撮ってる時に私はもう本番やってって、その日だけもう次の日着る衣装のフィッティングやって、次のみんなで踊るよってところに本当ギリ参加できたって感じなんで、いたらいいなぐらいのいやでもほんとね、ゼロよりはね。いやそうなの、だからうん、いやほんとはマジもう全部参加できないんじゃないか、もうなんならもう選抜もてんてんてんだったかもだし、スケジュール合わなくて、うん、それはもうね、いやもう来るよね、あーってなったよね、うん。でも本当にわかんない、どっち合わせなのかわかんないけど、たまたまその休演日、いつも月曜だけど今回珍しく違う曜日で、だからそこがどっちが先だったかわかんないからそんな言えないし、いや本当にありがたいなって、うん、で絶対こんなのはありえないと思うけど、そうもしかしたら、もしかしたら合わせてそこで調整してくださった可能性とかも考えたら、本当にこんなありがたい話はないから、そこはもうなんともね言えない、映ってたらっていう。
そこはまだ言えないかな。それは楽しみにって感じだけど。見つけて見つけて見つけて。でもフリルとかは今回奇跡的に入れたから遅れを取ったとかはなかった。フリなあれに関してはね。難易度高そう。でも今回のは高そう、高い人とって人でなんか分かれてる気がする。大変担当とかなんかそんな感じ。ルーマは大変担当だったから歌い出しからもうゴリゴリに踊るっていう。大変担当ってなんだよねって、どんな日本語だってね。テレビとライブで変わらん。まあでもその歌番組とかによってね、披露できるそのグループで、わかんない、どんな事情かわかんないけど、曲尺とかどれだけこうね分秒数とかいただけるとかわかんないから、それによって。でもフルで披露っていうのはもう今後なかなかないと思う。ライブとかではできると思うけど、もう歌番組とかでは難しいんじゃないかな。削ってね、こうイントロこう少し削ってとかなんじゃないかなと予想している。まあそうね。フルでフルで聞きたいよね。わかる、そうだよね。ちゃんと全部聞かないと成立しないから。もでもこれはある意味こうさあ、そう言ってくれてるファンの人たちって、私もなんか一瞬こうどういうことと思ったりしたけど、そこまでこうここ来てしまうってことは、なんかちゃんとこう歌詞の意味もこうちゃんと深くこうどういう意図なんだろうって考えたり、そういうなんかファンの人はなんか愛おしいなと思った。そこまでこう思ってくれてるんだっていうかさ、愛がないとそこまで言えないだろうなと思ったから、私はなんかその気持ちもわかるし、そこまでこう今の AKB にこう思いをね。そうそうそう、私今日雰囲気違いますか？私、おおやったー。なんかいいらしいよ、今日の雰囲気が違くて。ちょっとこれ下手したら1時間経っちゃうんじゃないの？
可愛い、ありがとう、自信持てるよ、なんかありがとねありがとう、ちょっと照れちゃうね。それ見たわ、私もノミネートね。しかもノミネート知ってる？なんか私今年もノミネートされたらしいよ、あの世界で100人顔がってやつで、100人なんじゃない、ノミネートされただけなんらしいけど、でもその写真がさなんか何かのこう出先でとかそういうなんか何外で撮ったみたいなのじゃなくて、全然 AKB の公式の写真なのよ、私だけ。なんで？どういうこと？もっといい写真やったと思うよって。なんで？なんで私だけあの壁写のまだ更新されてないやつ、なんでなんだろうね。どうやって見つけんのあれ、まさかの公式なの。もっといい、せめてもっといい、なんかこう、いやまあそれを最悪とも自分で言わないけどさ、それ何公式最悪だって、それも失礼だしそれも何なのと思っちゃうけど、いや当時はそれがベストと思ってね、公式で出してるわけだからね、公式だから最悪はダメよもう。いやただそのね世界でなんとかってなるんだったら、もっとそれよりももっとよく写ってるものはあったんじゃないって。どうしてあの写真をどうやって見つけて、どうしてそれをノミネートしようと思ったんだろうか、ねえ、またよくわからない世界だけど。そうだよ、劇場にもずっと飾ってんだからねあれね。どうやってあのインスタグラムには、わかんない、インスタでしょきっと、インスタグラムには貼ってないはずなのに、公式の。どうやって見つけてきたんだろうと思って。あ、そうなの、二次元のキャラも入ってる、なんでそれ。ね、不思議な不思議なやつ。あ、本当？カブシャ好きって言っても嬉しい。でも今年の夏前とかに撮った新しいカブシャの方が私はすっごいお気に入り。それにしてほしいもん。それに変えてほしいなーって思ってる。ちょっとねパッツンめなの。わかんないね、いつなんだろうね。だからそのコンサートが終わったぐらいになるのかな。それぞれのチームの千秋楽終えてなのかな。どうなんだろうね。そっかそっか。ちょっと楽しみそれ。出て不評だったらどうしよう。私はいいと思ってるの自分で。帽子はかぶってないかな。そう、メールでも話したけど、今日はいろいろね苦戦会議をしたり、こういうことしたいなみたいな話もできたので、グッズの話もちょいちょいしたり、
有意義な一日でしたか。うんうん、また今日もすごくそれと、あ、戦わないといけないのかなって、昨日の夜からすごいドギマギしてたっていうか、はあって、ダメだなって、受け身のままじゃダメだなって、言い方は良くないかもしれないけど、もっと嫌なやつになんないとダメなんだなってと思ってたけど、今日は思ってたよりそううまく話が進んだというか、でも今日で終わりじゃないから、もう今日はその第一歩だったなって。もしかしたら今本当の自分を見失わないように確認するためにショールームしてるのかもしれないし何言ってんだって、最近深いショールーム多い、なんかねー、なんかずっと頭の中それなんだ今、だからそういう話ばっかりしちゃう、話しながら頭の中で整理したいのかな、何なんだろうね、楽しい話しろやってね、でも私の楽しい話はあんまりみんなに共感してもらえないような気がして、私は毎週日曜に更新されるジャンプラがすごく楽しみだしご飯の話はどんなしてもなんか自慢話って感じになっちゃうし、呪術廻戦は絶対リアタイで見てるし、ネットフリックスでもいろいろドラマ見てるけど、見てる人今同じの見てる人いるかなと思うとあれだし、あ、サンクチュアリ見たよ、全部見た、だからミラモンとかでお相撲さんの話の回とか、なんかどんどんルールとかが分かってきたから、こういう世界なら、みんながみんなそうではないと思うけど、あっってなったり、お相撲さんの話なの、サンクチュアリ、それおすすめされて見てみたらすっごい面白かったんだけど、私はお骨が好き、呪術廻戦の話ですね、私は夏油さんが好き、ドラムのやつ、ドラムではないな、うん、今日は事務所行った時に決勝のあの瞬間を見てました、なんか作業してたらすごい奥の方の部屋でね、わーって盛り上がってるから、なんだなんだと思って、そう、甲子園の決勝の9回のところでめちゃめちゃ盛り上がってたから、そう、決まった瞬間見てたよ、
って大人たちがあーだこうだ話してるのを聞いて、ああそうなんだって聞きながら、ちょうど茨城やってる時ミラモンの収録やってて、そうみんなで盛り上がってて、そう自分でやるってなったらちょっともう苦手、大の苦手なんだけど、野球とかはベースボールとかトラウマがあるからね。何その話。何のドラマ？え、ベースボールやってた時に子ども会、子ども会っていうのがあって、授業とは別にその地域ごとでなんか属するんですよ、なんかグループに。それで休みの日とかにちゃんと体あ分かってもらえる子ども会、そう、それで戦った時に、まあ、授業でもやったけど、いや本当自分がボールを蹴って、まあ、進むじゃないベースとかに、で蹴って、で自分がもう走るだけっていう時、いやもうなんかそういう時になんか走り出していいものなのか、そういう判断がよく分かんなくて、まあ、守備の時もどこに投げればいいんだっていうそもそもこのね飛ばないから届かないっていう問題もあったんだけど、あキックベースか、あそうそうそう、そう、それとかもねようわからんくて、今でもこう守備側になったらどこにこう投げれば防げるとかちょっと難しいなと思って、それでおどおどしてたら同級生とかちょっと上の男の子にめっちゃキレられて怒鳴られて、うん、なんかもう同世代の男の子ずっと苦手、なんかそういうの 今でもなんか若いノリがすごく苦手だなって思っちゃう。いや、なんか信じられない、今なんかアイドルをやらせてもらってるからこうみんなさあこうりんちゃんりんちゃんって言ってくれるけど、私学生時代そんな扱い受けたことないから超苦手、なんなら嫌いかもしれない。うん、だから優しい人大好き、だから岡部って呼ばれるとそれを当時思い出したり、あこの人はそういう人だって私の中でそういうデータになっちゃってるから無理なの。トラウマなの、そう。いや本当女子校すごい幸せだった、そういうのないから。まあ、みんなも今大人になってるからあれだけど、いやほんと小中の時の男子ほんと嫌最ほんと嫌だった。あなんか分かってもらえた、いや、なんならそのな、ヤンキーってみんな言うけど、ヤンキーの方が優しい。そういう子たちの方がなんか、めっちゃ優しくて女の子扱いしてくれて、私は、うん。
中途半端って言ったら怒られるかもしれないけどちょっとクラスの中でもちょっとだけやんちゃんみたいな。あいつら許さんどんだけ嫌いなのよってね。すぐ茶化すし、いつか復讐するのしてやろうかとか言ってそうそうそう、もう名前も忘れちゃったからもうあれだけど、頭の中に特定の人が思い浮かべる。はい、特定の人は好きだからわざと意地悪。お、その説出てきたか絶対ない絶対ない。それはクラス会とか行く。え、呼ばれたことない、私呼ばれたことやってるかどうかも知らない。いや、高校生の同窓会、女子会じゃない女子校のはあったらしいっていうのは後から聞いたけど、え、中学も小学校も全然ない。え、切ないよね切ないよね。やってんのかな、やってないのかな。一回も呼ばれたことない、私。その成人式はそのみんな集まってたみたいだから、それはね握手会があったから確か行けなかったんだけど、成人式もこっちでやらせてもらえたので、そうジュリナさんたちとか、あの毎年やってるやつ、それで行かせてもらったから、なんか休憩の時とかに電話でこう何人かと、ほんと数名と話して、ベリン会ベリン会って何かなベリン会ってなーに。だから今の自分の言い方でさ思い出したんだけどさ、なあの最近のあのさ、自分で言うのもや、口から発するのもちょっと抵抗があるんだけどさ、なぜなぜって何あれなんだあれは。流行ってる言葉なの、言い方なの、知ってる？あれすっごい気になる私。なんかもうあれよインスタグラムとかさすごい見てて、なんかもう最近さ自分がフォローしてる人以外のもなんか流れてくるじゃないってさ、別に自分でこう押さなくても見てるだけで流れてきたりするんだけどさ、なんかあれは見てると無性になんかティッシュをぐしゃぐしゃにしたくなるなぜじゃダメなのかってなんでああいう言い方をするんだろう、知らない？いやきっといずれいつか出くわすよそれに。なんね、すごいなんかね、なんか頭をむしゃむしゃしたくなるあれを見てると。いやもうメンバーが使ってようがもうそれはもういいんだいいんだ、それは使ってようがどうがもう私あれを見てると、なんでなぜって言わないんだってって思っちゃうの。あれなんなんだあれは頭抱えちゃった。自分も使えば大丈夫？なんか使ったら何かが変わってしまいそう何なんだろう不思議な気持ちになるの、あれを見てると
でもお代理とかすぐ使いそう。私そういうの大体お代理から学ぶから。キマゼットもお代理からなんか学んだ。キマゼット、お代理すごいそういうの早いの。流行りに敏感。でもお代理が使ってると安心する。なぜか、何なんだろう。あ、お代理が使ってるから使っていいんだって。もう私のそこの基準、お代理だから。そう、でそこで取り入れてるから。ハニャーもなんか最初えみたいな感じだったんだけど、お代理とかルンちゃんが使ってるの見て安心して、まあ、使ってはないけどなんか受け入れられるようになった。ひき肉です、知らない。そう、小田ちゃんの、そう、安心感。そうそう、かけるお代理がなぜなぜを使うか否か。で受け入れたいから早く使ってほしいってところもあるよね、もはや。いや、それはギャル語ではないんじゃない。 TikTok で流行っているっていうイメージが。何ひき肉って、わからん、わからん。私は自分もそういうのなんか民間でなんか使ってたような気もするんだけど。何ひき肉ですって言うと何が起きるの。私分かったかも。あ、分かった分かった。見た見た、それイソギンチャクじゃない。イソギンチャクだけ今出てきた。見たよ私それ。当たった、すごい、当たった、当たったよ。なんで見たんだろう、何かのショート動画。ねえ、そう、イソギンチャクだけ覚えてた、頭に残ってた。何、お代理ひき肉なんだ。イソギンチャク、そうだよね、あの小学生の子たちがやってるやつだ。そうだ、じゃあ私イソギンチャク担当になろう。あと忘れちゃった。ちょっと今嬉しかった。何、いきなりひき肉って言われても分かんなかった。その説明があって思い出した。あ、中学生の、そうなんだ、小学生じゃないんだ。あ、そうなのね。あ、右足はそれもあったかもしれない。あれ、あと一つなんだっけ、忘れちゃった。年を感じる配信ですね。いや、それは思うよ、ほんと。変わりましたわ、この1年で。急に。嫌だなと思うこととかもすっごい変わったし。ボンジュール、ああ、そうかな、そうだった気がしてきた。いや、ハイセンスだわ。そうなの、その情報面白い。そうなんだ。それは何より
値観が変わったのかな。うん、それもあるね。でもこれはこの世界に身を置いてる身としては本当に良くないことだなと思うんだけど、あんまり自分が自分がってならなくね、あ、いい意味で、それがこう良いとされる場面で、うん、なんか元の話もね、せっかくイソギンチャクとひき肉で盛り上がってたのに。じゃ悩んでるのも悩んでるわけじゃないもん。やればいいから。そう。ありがとう。わかるね、わかるわかる。渋谷事変のオープニング早く、そうだよね、変わるってことじゃんね。いやー、いやごめん、これはもう本当に申し訳ないけど、ちょっと呪術の話してもいい？いやー、もう私ほんと呪術廻戦2期のオープニング見ただけで本当に泣いた、泣いちゃったもういろんな感情が、もう楽しみで楽しみで仕方なかったの私は。もうやっと見れたっていうのもあるし、いや本編始まる前よ、オープニングあれもう始まっただけでもう、まだエンディングも素晴らしい作画でもう本当にもうありがとうございますだよね。え、泣いた、本当に泣いた。いやでもあれはね、ゲト惜しい、 いやもう猿はもう喜んじゃう喜んじゃう。あのね、雑な絵が好き、もちろんあのかっこいい姿もすごい好きだけど、矢賀先生にこうどつかれて楽しそうに飛んでく2人、もうあれ、あれで私号泣うわーって、こんなさ、原作でも描かれてない、こんな仲良くてこんな素敵な青春を送ってたんだって、もう公式が出したら公式よって、そう、ごめんね、好きすぎてそこで泣いちゃったんだ私。名言？そうなの？うん、いやそれを公式が出してくれてありがとうっていうか、もうあの頃っていうか、もう全部好きだ、全部好きですね。でも最近のさ、ポケットモンスターとかはなんかそう思うんだけどさ、最近のこうアニメの主題歌を任される人たちって本当に大変そうだなって勝手に思っちゃった。やっぱりさ、まあ、みんなも新曲のさ歌詞のさ解釈とかさ、そう深く読んだりしたりしてくれて、そういろいろさコメントをなんか書いたりしてくれるけどさ、アニメのファンの人はもっとこう担当してた、その何、歌手の方が書いた歌詞とか映像とかそういうの全部さ、なんか私もツイッターとかそういうアニメの新しく始まったりするとさ見たりするんだけどさ、解釈一致とかさ、なんかそういうよりこう
作品への理解とかね、ちゃんと してないとさ。そうそうそう、あ、そうそうね、寄り添った、うん、そう、米津さんとかもすごいし、キングヌーさんもすごいし、で私はすごいそういう考察とか見るのもすごい好きだからさ、ね、大変だなって、でもすごいなと思ったり、アイドルもすごいよね、あの夜遊びさんのあれもすごい、自分が考察するのは苦手だししないけど、誰かが知ってるのを見るのが好き、それでなんか理解が深まるっていうか、あーなるほどこういう見方があるんだみたいな、そうそうそう、気づかなかったことに気づけるっていうか、あ、作者はこういうことを考えてもしかしたら書いてたのかもしれないみたいな、あー私も苦手、自分で考えるのも吉野純平氏で、おお珍しいねえ、今の話で絶対尊敬するとこなかったでしょ。インちゃん尊敬するって言ってくれた、優しい。買い替えきたん好きです。ああ私も好き。いや呪術の歌全部いい。いやでもね、渋谷も楽しみ、すごく、うん、X で検索する、うわーもう早っもう言えるんだ、X って、私まだ Twitter って言っちゃう、早いよ、順応するのが。そうだよ、もうツイッターイコール X なんだから、ツイッター返してツイートなの、ポストじゃないの、つぶやくの、ツイートなの、リツイートなのよ、返してプロじゃないの、青の鳥さんなのもう何々してるナウなのよ、もう そんなことできるの、アイコンひび割れてる、うん私もひび割れてるよなんか白いなんかモヤモヤがある、なるほどね、あーどんな演出、割れて鳥が出てくるんだあれすごい、公園でもう X って言ってるの、はいや、へえ、笑っちゃうんだけど逆に、自分がもしそういうセリフを言うってなったら、
ぜひ皆さん、このあれあれは X にてって言うんでしょ。対応が早すぎるわ。そのにやけちゃう。ちょっと待って、無理。そのセリフの担当になりたくないな。ツイッターって言いたいな。なれないなれない。怒られんのかな、ツイッターって言ったら。怒っちゃう。友達かいな。イーロンがイーロンがって言うけど、そんなイーロンって言っていい仲じゃないでしょ。待ってろ。あと4公演が終わってからや。待っててくれ。ああ、もう知らない言葉がたくさん。スレッズってなんだ。明日の準備しよう。やばくない？私もう90分ぐらいやってる。ショールームめっちゃやってるわ。私は怪獣届いた。あ、 DVD やっと届いた。おお、いや本当にやっと届いたね。見てください。暴れみゆきを誰も触れない配信ね。今日全然誰も言ってくれないんだけど、見入っちゃってるってこと。誰も1時間経ってとか誰もほんと一言も言わなかったね。言ってよ。うっかり90分経っちゃったじゃない。見てね、怪獣。落ち込んでたの？なんで？どうしたんだい？大丈夫？お互い頑張ろうね。暴れみゆきがパワーブだった。いやもう最近ずっとね、そんな「はぁ！」みたいなことしてないので。ウェンディちゃんそんなことしませんので。ずっと乙女だから、ウェンディちゃんは。懐かしいなと思って、最近そういったあの暴言を吐いたりはしてませんので。素敵な言葉を並べて素敵な世界で終わってるので。人を呼ぶとき「あなた」って言うんだよ。今までないよ。今まで何？お前とかさ。あんたとかさ。そんなこと、そうやって人を呼んでたの今。あなたはとか、ピーターとかさ、すごい可愛いんだから。私てめえは言ったことないと思う。うん、私史上てめえって呼んだことはないです。お前はあるかもだけど。やば、貴様。言ってたかもしれない。貴様やばいね。言ってたっけか私。いや言ってないんじゃない、貴様は。あんまり貴様って言った記憶ないな。言ってたかな。お前はあると思うけど。なんかちゃんと人の名前呼んでった。おめえも多分ないよ。
や、ヤンキーじゃないから私がやってた役、別に自分のこと上流階級の人間と思いながらやってる人の役だったから、ヌル言ってそう。いや意外とそんな、実はそんな汚い言葉使ってないんだよ。敬語なの知らない。貴様って敬語なんだって。確かに様か。絶対言ってない。言ってましたよって言われた。誰に向かって貴様って言ってた。私言ってたかな。お前って敬語だよ。それは嘘じゃない。ねえ、ヌルちゃん意外と言葉遣い丁寧だからね。想像つかないぐらい今ねキュートにやってますから。あなたたちには負けないって言ってない。かわいい。あ、ね、ちゃんとあなたたちって言ってたってよ。私かわいい。あんな格好つけてるのにあなたたちって言ってたの。かわいい。ヌルかわいいやんけ。そうなんだ。育ちの良さが出ちゃった。アータたち、アータたちはちょっと別の貫禄を感じますけど。脱力タイムズはてめえら、待って、私そんな本当やばいね。脱力タイムズ私てめえらって言ってたらしい。でもそれは本当に私の台本とかじゃなくて、私のここから私から出た言葉だから、もうそれはもう否めないよね。静かになさい、少し静かに。パパやんけ。覚えてない。あの切れ方すごい。我ながらそう思う。よくあんなんできたなって思う。すごくない。しかもそれあれもだって去年のエンディやってる時だよ。始める時じゃないからね。ネオンキッズとかの時でもないのにあれができたの、ちょっと我ながらすごいと思う。今日事務所で去年のピーターやってたさくちゃんに会ったんです。嬉しかった。すごい長話しちゃった。今日の消耗量長い。いやそんなことはない。もう体感1時間ぐらい話してたって感じ。さくちゃん元気そうだったよ。りんちゃんよく最近よくショールーム配信してくれるよね。いやしない方が珍しいよ。私もともと毎日ではないけどもともとする方だったから。
最近舞台でちょっとわたわたしててやってないのが珍しいぐらい。ゆいゆいやゆいいや今ね忙しいと思う。すごくめっちゃ大変そうだった。こないだ会った時とかもう心配。自分もいろいろあちこち行ってるからなかなか、ね、話すタイミングなかったけど、歌番組の時かな、そのリハの時とかあった時とかも、まあ、スケジュール感で言ったら他の子もちょっと同じスケジュールだったみたいなんだけど、いやー頑張れーってなった。でそのちょっと前がめちゃめちゃヤバそうだった。あーもう変わってあげたいって思うぐらい、なんかもう本当に、うん、大変そうだった。今はちょっとどうかわかんないけど、でもこないだ聞いたやつは朝から晩じゃなかったよ。え、朝の前って何みたいな。え、一日って朝と昼と晩と もう2つぐらいない表現の仕方。え、深夜じゃないみたいな、えみたいなだった気がする。うん、あとアトボオーブ48のなんか最後の審査なのかな、なんかそういうのがなんかいろいろ重なってて、大変そうと思ってたんで、あ今日ラビットで、あそうなんだ。あの今はちょっとわかんないけどね、本当に私もなんか千秋楽近く、東京の千秋楽近くてってから本当に、うん、私本人歯もなんか痛いててもう行けないぐらい、絶対すぐ行った方がいいのにすぐに行けないぐらいなんかもう忙しくて、私この辺ってなんか今までも先輩もさこうみんな歯のなんかやったりするとさ、すごい顔プクって腫れちゃって、そのなわかんないけど、それぞれ人によって違うと思うけどさ、かわいそう、そうだったんだねえ。私なんか撮影とかしてたり新曲の披露近いってなるとそれもねえ大事だし、かわいそうに。どうしたかな今他のメンバーのスケジュール。いや今最近はもうますますわかんない、わかんない本当に、みんな今何やってるのか。今日久しぶりにレッスン場行ったらすごい珍しがられた。嬉しかったよみんなに会えて、本当にみんなと最近会ってないからすっごい嬉しかった会えて。私なんか久しぶりに言った、あ、私って今こういう反応される人間なんだと思って、うん、実感した。いやそうなんだ、みんなの方が絶対合ってる、ファンのみんなの方がメンバーに。私本当に今合わないみんなと。ゆいゆいはねミラモンの収録とかあれとかで結構会える機会は多いけど、そうね団体行動してないな。
来年はどうするのか、何の話何の話での来年。ベンディ終わったらまた、いやもう今ないです、決まってるのは。それはどうかな。武道館。ねえ、早く秋になってほしいな。うん、本当に思う。あ、早く秋になってほしい。本当に夏いらないから。もう全岡部凛に重要な夏。いらんいらない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 。本当だよね、すっごい長い時間やってくれてるね、配信って。うん、終わろう、うん、終わりましょうやることやれってね。やる気をください。家事をするパワーを私にください。現実逃避になってきてるから。もいや、ほんとどんだけやんのよってね。いい加減終わりにしなきゃ。無理、できない、練習までは無理終わっちゃうよ一日が。やる気スイッチ、君のはどこにあるんだろう。どうでもいい話で、私やる気スイッチのとこ行ってたんだよね。そうなんだっていう。更新のところとやる気スイッチのとこ行ってた。マジって言われちゃった。じゃあね、みんな、バイバイ。いや、なんでこんな長くやったのか自分でも謎バイバイ。また関西行きますか？行くんじゃない？わかんないけど。バイバーイ。おやすみ。おやすみってだけ言うけど、なんかやってます。